ゼニ大人氏は、中華民国の軍人、政治家。国民革命軍創創期から活躍した軍人で、紹介席の側近として知られる。字は、忍び員。祖父は、講師の家庭に生まれる。1903年、蘇州長須高等小学堂に入学し、1909年、南京のチャンス陸軍小学堂、第四期生として進学した。 新害革命が勃発すると、上海の学生軍に参加している。間もなく、革命派の中英権が創設した松江軍政文府、松江軍幹部学校に入学し、卒業後は松江軍に加入した。南北和議、北京戦都に伴い、松江軍政文府が解散されると、仙台人氏は、蘇州に引き返している。1912年、仙台人氏は、 チャンスー陸軍小学堂に復学し、同年末に卒業した。翌年、第二革命が勃発すると、センは中英圏廃下として学生隊、決死隊を組織した。しかし、革命派は敗北し、センは故郷に隠れ住んだ。1914年戦は、中の紹介で日本へ留学し、孫文と対面し、官名を受けて中華革命党に加入している。 同年末に、銭大一氏は帰国し、武漢で、南湖陸軍第二予備学校で学んだ。しかし、革命派としての秘密活動を展開していたところ、古北と徳王、占い元に再議され、上海へ逃れる。上海では、中が組織した革命派の軍の結成、連成に従事している。五国戦争を経て、戦は古北省の陸軍小学堂に復帰し、 1916年12月に卒業した。その後、保定陸軍軍艦学校で法術を学び、1917年4月、成績優秀のため日本を派遣され、陸軍士官学校中国学生隊第十二期法兵科で学んだ。1919年6月、仙台人氏は帰国して、保定陸軍軍艦学校第八期第四隊、分隊長に任命される。 翌年10月、同校第9期砲兵隊隊長となった。1921年4月、孫文が非常大総統に就任したのを受け、戦は難化し、関東軍第一志学兵衛衛無官に任せられる。以後、軍校により着実に昇進し、1923年、中高参謀となった。まもなく、候補軍官学校の創設準備に参加し、 翌年6月に正式に開校すると、中校兵器教官に任せられ、さらに上校総教官代理に昇進している。1925年の第一次統制に際して、ゼニ大人氏は、本部少将参謀長に任命され、小解析、州恩来を補佐した。また、第二共同団団長、第一旅、第三団団長などに任せられて、前線でも指揮を取り、陳配下の難敵。 林虎の部隊を撃破している。その後も、平変を起こした、劉新官楊望み便の討伐、さらに第二次統制での解放、陸方攻略でも、前線指揮官として、それらの成功に貢献した。これら軍港により、同年12月に、国民革命軍第一軍第一首相省副首長兼参謀長に、さらに翌1926年2月には、 第20市中上市長に昇進している。同年7月、国民革命軍が北伐を開始すると、千代筆都市は、公州警備司令として、広報守備を担当した。1927年4月12日、小解析が、上海クーデターを起こすと、千はこれを支持し、公州で、中国共産党の粛清を実施している。同年8月、南昇記義が起きると、千は、 呂町、首都区、賃規羅の企業軍に攻撃を加え、苦戦しながらも撃破した。9月、第32軍軍長に昇進している。1928年1月からは、仙台人氏は、証拠方面に駐留し、4月からは、証拠警備指令、チャンスー章政府委員、上海特別指導部常務委員などを兼任した。6月には、江南総費指令も兼ねている。 1929年春、国民革命軍総司令部参議に転じ、小桂戦争では、小解析を補佐して作戦に加わる。同戦争終結後、李宗人が創設した第四集団軍随衛、軍艦学校が将により改組されて、中央陸軍軍艦学校部官分校となり、戦が同校教育長を務めた。翌年の中原大戦では、 共同第3市長に任せられて、反将軍と戦い、戦後は第14市長となる。1931年1月、戦は武漢要塞司令を兼ね、12月には中国国民党第4期執行員候補に選出された。しかし同年秋に武漢で発生した洪水について、戦は事後対応に不備があったために、宿に大水を流し込んでしまい、 被害を拡大させる失態も犯している。1932年1月、武漢要塞司令部の廃止に伴い、仙台人氏は、第89市市長に移った。同年春には、第13軍軍長兼、南昌院長行営主任に昇進し、共産党討伐に参加している。1933年初めに、委員、長穂貞幸栄主任に転じ同年末には、 学予官総秘層司令部参謀長として公軍への包囲攻撃を進めた。公軍が調整を開始した後の1935年2月、学予官総秘層司令部が解組されて委員長武将行営となり、1000は引き続き参謀長として新たに主任となった長学寮を補佐している。1936年1月、国民政府軍事委員会委員長自重室が、 創設されると、仙台人氏は、第一所主任検自衛長に任ぜられ、小解析の警備等を担当した。6月に、良好事変が勃発すると、反省兵兵を起こした、陳渡る党配下のアメりカンはりごとに対して、仙は老落工作を行い、これを陳から離反させることに成功、事変鎮圧に貢献している。11月には、東大五期中央執行委員に選出された。 12月、千は小解石に随従して、西安を訪問したが、その際に、張学寮と洋子城が西安事件を起こす。千は小を警護しようとしたところ、銃撃されて、右肺貫通の重傷を負ったが、過労死で一命は取り留めた。事件解決後の翌年2月には、職務に復帰している。 日中戦争勃発後の1938年2月、仙台人氏は航空委員会主任に任せられ空軍の指揮を取る。同年4月に武漢での空戦を指揮し、5月20日には九州へ向けて軍用機を派遣し、福岡県などで宣伝団を任せた。また、小解析の命により、調査大会や増収愛事件などの捜査、事後処理も担当した。しかし10月に、 武漢も、陥落、航空委員会は、交尾、企業を経て翌年に1月に、生徒へと逃れた。この頃、中国空軍はソ連からの支援を断た,たれ、暗黒時代と呼ばれる苦しい時期であり、2月より、激化した重刑爆撃を阻止することはできなかった。1939年4月8日、軍統局長、が明るくみ及び、副局長大流からの報告で、 用途不明の特別費を受け取っていることが露見。重慶での定例会議が終わった翌5月25日、軍法執行総幹部に拘留される。6月2日、軍事委員会により高等軍事改新法にはの改定が決議され、4日、改定、当政地が、審判長、陳長元及び女衛省が、審判官、旧育み機下官審が軍法官を務めた。判決の結果、 懲戒免職処分となった。1941年7月、何王金の推薦で、軍事委員会運輸等政局参謀長となり、国内外物資の運輸完成、検査を司っている。翌年3月、軍政部政務次長兼点検委員会主任に転じた。1944年11月、軍事委員会委員長自重室、第一所主任に戻り、また、 軍事委員会調査統計局局長も兼ねている。1945年5月、仙台日都は、東大六期中央執行委員に再選され、日中戦争終結後の9月には、上海市長権証拠警備指令に任ぜられた。しかし、翌年5月には早くも、辞任軍政会から一時引退している。1948年、雪のり国民大会代表に選出され、 翌1949年2月には、重慶水税交渉副主任を務めた。国境内戦で国民党が敗北すると、仙台人氏は海南島経由で台湾に逃れる。以後、総統府戦略顧問委員会委員、幸福大陸設計研究委員会委員、党規律委員会委員などを歴任した。1963年には、チャイナエアライン当事長に就任している。また、 戦は、スポーツ振興活動にも熱心で、台湾省サッカー委員会主任委員、中華全国陸上競技協会理事長なども務めた。1982年7月21日、台北市の三軍総委員にて病没。去年90、ありがとうございます。